アントン・ブルックナーの公共曲第4番編補聴長,長ロマンティックは1874年にその第一項が完成した公共曲ロマンティックという副題と比較的親しみやすい曲奏ブルックナーの作品としては演奏時間もそれほど長くないといった理由から演奏頻度が高い副題は言語では大ローマンティッシュである しかしこの副題は出版されている譜面には添えられていない点に注意しなければならず、ブルックナー自身が大ローマンティッシュという表題をつけたかはわからない。英語ではロマンティックと訳され、これが日本語での副題としても一般的に用いられている。CD 実演に際してもこれらの副題がしばしば添えられる。1874年1月2日に作曲を開始し、 同年11月22日に書き上げられた。その後、1877年10月12日のビルヘルム・タッペルト宛ての手紙でこの公共曲の全面的見直しの考えを述べている。1878年1月18日からその改訂作業に着手し、特に第三楽章は全く新しい音楽に置き換えた。 この改訂作業は1878年11月に完成した。この1878年校の第四楽章はフォルクスフェストと呼ばれることがある。引き続き1880年第四楽章を大幅に修正した。この時点で完成されたものが第二校、または1878、1880年校と称している。1881年には ウィーン書演がハンス・リヒターの指揮で行われた。ブルックナーはリハーサルの際に感激し、リヒターにこれで一杯やってくれと一ターラー銀貨を握らせた。リヒターはその銀貨を思い出の品として時計の鎖につけて大切に取っておいたという。1886年にはアントン・ザイドルによるニューヨーク書演のためにわずかな改訂が加えられた。この時点のものを第二項。 または1878、1880年校と称することもある。その後1887年から1888年にかけて弟子たちがブルックナー監修の元改定を施した。第1学章第4学章はフェルディナント・レーベが、第2学章はヨーゼフ・シャルクが、第3学章はフランツ・シャルクがそれぞれ担当したと言われる。下記の通り、 最初に出版されたものがこの項であったため、またこの項が長らく否定的に評価されてきたこともあり、初版、レーベ版、改訂版、改ざん版と呼ばれる、あるいは同義に取られることもあった。加えてこの譜面には、ブルックナーの承認のサインがなく、ブルックナー特有のアクセントや強弱もないので、この項の評価の混乱の一因になっている。作曲者は1886年時点で、 第2項に基づく楽譜の出版を企てたが、これは実現しなかった。実際に出版された楽譜としては、1889年に、第3項に基づく楽譜が、グートマン社から出版されたのが最初である。当初はもっぱらこの番での巫女の曲が演奏されていた。最初に出版されたことから、初版、後日の原点版に対比する意味で、改訂版、改変版などと呼ばれている。 国際ブルックナー協会皇帝による学府は1936年に出版され、その後内容修正の上1944年に再出版された。これは第二項に基づくものであった。出版当初は初版との対比もあって原点版とも称された。また当時の皇帝者の名を取ってハース版とも称された。この版の出版に伴い、 初版での演奏が次第にしてれていった。一時期は、このハース版による演奏が主流であった。同時に、初版イコール改ざん版との認識が広まることとなった。なお、ハース版として広く出版されたのは、この第二項であったが、実際には、ハースの工程によりその他にも、1878年項の第四楽章も出版され、さらに第三項の出版も計画がされていた。 戦後、国際ブルックナー協会の工程作業がノバークに引き継がれたことにより、それに基づく楽譜が順次出版された。まず1953年には1878、80年校に基づく楽譜が出版された。続いて1874年校が1975年にノバーク版第1校として出版された。1878年校の 第四楽章についても1981年に出版された。さらにノバーク引退後の2004年には、ベンジャミン・コースト・ベットの皇帝により、第三項が出版された。強力演奏されるのは、1878、80年項に基づくハース版、またはノバーク版、第二項である。1874年項に基づくノバーク版、 1> 第1項による CD 録音も複数存在する。1888年項については改訂版に基づく CD が古い録音で複数存在する。コーストベッド版第3項は初演のライブ録音が残されている。1878年項による修学書演奏はほとんど例がなく、前週の余白に CD 録音している例が数例ある程度である。第2項ハース版とノバーク版、第2項は本質的には同じものと考えることができるが、参照した資料の違いなどに起因する相違点がある。細かい相違は多いが、顕著な相違点として以下の2点が挙げられることが多い。ノバークは1940年代になって、 コロンビア大学図書館で発見された手書き原稿で行われた小改定を申請なものであると判断し、皇帝府に反映した。これは、1886年にアントン・ザイドルがアメリカで出版社を世話するという申し出に、ブルックナーが答えて送られたものである。こうして肯定した第二稿を、ノバークは1886年稿とは呼ばず、ハースバンでの故障。 1878、1880 18年後を踏襲した。前述した第四楽章最後のハース版、ノバーク版の総意は、作曲者による1886年の紹介艇の繁栄に起因すると考えられる。一方、ハース版は1936年に一旦出版しながら、一部内容修正の上1944年に再出版された。この際修正されたのは、 第三楽章トリオ冒頭の還元楽法であり、主旋律を担当する楽器が変更されている。ただしこの部分、自筆項、ノバーク版、さらに1936年のハース版ではいずれもフルートとクラリネットが旋律を演奏しており、1944年のハース版のみがそう読みせる。ハース版の資料根拠が明らかにされていないこともあり、研究者の中には、 この部分のハース版に対して疑問を呈する者もいる。1878年校1878年校において、修学賞は基本的には第一校の修学賞の音楽を踏襲し、例えば5連符をブルックナーリズムまたは8部音符を含む4拍子に変更するなどの改定を行った。しかしその後1880年に、 音楽の展開を全面的に変更した改定を行い、上記第二項となった。そのため、修学賞の2878年の形態が独立して残され、ハースノバークとも肯定譜を残した。この修学賞について、作曲者は最終的に1880年項の形に改定したのであるが、研究者の中には、 完成度の高い作曲がされているとはいえ、独立した公教師のようだ。さながら最後の審判を描いているようだ。改訂前の1878年公衆学賞の方が先行学賞にマッチするという評価を与える人もいる。第一校、第一校と1878年校を比較すると、第一校には、例えば、戦律 フレーズ単位に要する小説数が非均等、旋律の展開、推移過程が長い、などの特徴がある。第二項と比較して第一項を見せ入り、未整理、上長、筆の赴くままなどの評価を与える者も,もいるが、斬新な魅力を見出し評価する者も,もいる。第一楽章は主題こそ同一であるが、主題の展開、経過、ーダなどほとんどの部分で、音楽は異なる。 展開部後半に現れるコラール風の美しい学説はほぼ二項に受け継がれている。また、学章のコーダも大きく異なっている。第二学章は副主題部の後半が異なっており、クライマックスへ至る経過部分は全く違う展開をたどる。クライマックスのフレーズは二項に受け継がれている。第三学章は、狩りのスケルツォとは全く異なる暗い音楽で、 トリオの哀愁深い音楽は印象深い。また一校ではコーダが書かれているのも特徴である。この音楽は1878年校作成時に全面的に別の音楽に差し替えられ、二校の狩りのスケルツォとなった。第四楽章では出だしは1878校に引き継がれたが1880年の改定で書き換えられた。第三主題は全く異なっている。 その他の主題は同じだが、主題の展開、経過などは一部のフレーズを除き異なっている。コーダは2項とは全く異なり、長大で公共曲第5番のコラール学説のように一つの独立した学説を成している。第3項第3項について、かつてはブルックナーの弟子であるフェルディナント・レーベが勝手に曲本来の構成を無視した。 大幅なカットを伴う改ざんを行った版であるとの評価が普及していた。レーベ改ざん版と称され、帰り見られない時期が長く続いた。加えてこの譜面には、ブルックナーの承認のサインがなく、この項の評価の混乱の一因ともなっていた。2004年に国際ブルックナー協会からコーストベッド皇帝による第三項が出版されたことを機に、この版の再評価が始まっている。 皇定報告の中で、コーストベッドは、ブルックナーが正当性を与えた項であると断じている。もっとも前期の通り、ハース自身もこの項の出版を計画しており、この時点ですでに、単に改ざん版というにとどまらない評価がなされていた、ことが伺われる。初版として出版された第3項と、コーストベッド版、第3項とは、本質的には同一なものであるが、皇帝者は、 細部の相違点は膨大な量があったと報告している。同時に、ブルックナーの承認のサインがないことについても、印刷譜の誤植の多さ等、出版時の混乱に帰着させて説明している。第2項と第3項を比較すると、第3項では表情が非常に豊富になっているほか、オーケストレーションの相違が随所に見られる。第3楽章は、第2項では三部形式だが、 第3項では、主部からトリオへの移行部分が存在するほか、ダカーップ後のスケルトテージ部がカットされているなど、非均等な三部形式となっている。第4楽章は、第2項を基準にすると第1主題の再現が、カットより、回避されている。第4楽章で、シンバルが3箇所使われるのも、特徴的であり、特に楽章最後で、 弱奏で使われるシンバルは、ブルックナーの他の公共曲では見られない楽器法である。ブルックナー特有のアクセントの強いスタッカーティシモが、単なるスタッカートに、FFF のクライマックスが、ホルティシモに弱められたりしていることも、特徴の一つである。なお、第二項を用いながら、部分的に、第三項の表情記号やオーケストレーションを、合成して演奏している例は、しばしば存在する。 これは演奏者独自の判断によるものである。マーラー版、グスタフ・マーラーが1895年に編曲した版がある。1888年校を元にしているが、全体的に大きくカットされ、またオーケストレーションが改変されている。ゲンナ・ジー・ロジェスト・ベンスキー及びアントン・ナヌートによる録音がある。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペット3、 トロンボーン3、チューバ1、ティンパ2、シンバル、弦5部。ただし1888年頃では、ホルントランペットの調整は曲中でしばしば変わる。演奏時間は演奏により差があるが、いくつかの演奏実例をもとに、演奏時間を以下のように紹介した例がある。全学を通して、初校が約72分で、第2項が約66分と紹介した例もある。 以下の記述は最も頻繁に使用される1878、80年校に基づく原典版による。記述の通り、1874年校では第三楽章スケルツォは全く別の音楽であり、その他の楽章でも多くの違いがある。1878、80年校、ベベークとニヒトズシュネル。1874年校、アレグロ編補聴調。 二拍子、そなた形式、三つの主題を持つ。第一主題の冒頭部分で、ブルックナーの得意な弦のトレモロが、森林の暗い霧の中を連想させる。ホルンの伸びやかなソロが奏でられ、やがてフルートやクラリネットに確保されつつ経過していく。ブルックナー自身によれば、朝に街の庁舎から1日の始まりを告げるホルンを意図しているという。やがて第一主題。 第二句とも言える独特なブルックナーリズムが刻まれ全合奏による頂点を迎えるこの第一主題は全曲にわたって循環主題的に用いられる第二主題は変に蝶々で小鳥がさえずるようなリズムを持つこの第一バイオリンの音恵をブルックナーは始終からの父チチペという鳴き声であると説明している変と調調で確保され 発展していくうちに、絶縁ツで紅用し、ヘンド長調の第三主題がユニゾンで合法に出る。ただし、この主題は第一主題内において予告されており、いくらか形を変えたものとなっている。コラール風の楽譜によって、第三主題が遮られると、消結日に入り、第二主題が静かに戻る。半音階の加工動機がバイオリンで操され、ティンパニと、 トランペットが弱奏される響きの中に定示部が終わる。展開部ではまず第一主題を中心に展開し、次第に荒々しい雰囲気となる。やがておごそかなコラールが登場し、明るい雰囲気となりつつ、再現部に移行する。ほぼ型通りに再現され、コーダでは、第一主題が壮麗に奏でられる。アンダンテクワジアレグレット破綻帳、4、4拍子、ABABA コーダのロンド形式。 2回目の A の前半は展開部とも取れる内容で主要主題が展開的に扱われるので自由なそなた形式とも見ることができるが3回目の A が長大でこうだと分離されているのでここではロンド形式として扱う主部はバイオリンとビオラに導かれてチェロにより主要主題が提示される主要主題部後半には普天リズムの同期が置かれ後ほど発展に大きく関わる 副主題はビオラで提示され、後半はクラリネットやフルートの鳥のさえずりが聞こえる。主部の回帰で主要主題が対位法的に扱われて発展する。この短い展開部が終わると主要主題が元通りの形で現れるが、新たな動機が大覚えにも現れている。副主題もほぼ元通り再現され、主部が回帰する。最後の主要主題部では大きなクライマックスが形成される。 これが収まると、こうだとなり、冒頭の落ち着いた雰囲気を取り戻して静かに消えてゆく。スキルツォ、ベベクト、トリオ、ニヒトズシュネル、ケーンズフェルズシュレッパントフィナーレ、1880年校、ベベクト、ニヒトズシュネル、1874年校、アレグロモデラート変保町長、に、二拍子、そなた形式、三つの主題を持つ。全学章のうち、 最も規模の大きい壮大な楽章である。上記の通り、1874年校、1878年校と、1880年校を呼び、初版は、助走部が全く異なる。1880年校では、ジェロイコールバスによる、ドミナントペダルの上に第一主題が暗示されながら、助走が始まる。第3楽章のスケルト主題が改装されるうちに、公用し、 第43小説で、第1主題が、金管楽器群の力強い合奏により提示される。ここでも、ブルックナーリズムが第1主題を支配し、やがて第1楽章の第1主題が形を変えて、再登場する。波丹調と波長調の2つの楽奏からなる、第2主題は、第93小説から始まり、ノフ・ホ・ラングザーマーという標語がある。第3主題は、 第155小説から始まり、強烈な6連音符が第2主題の流れを打ち破る。第183小説から穏やかな小結尾があり、助走が回帰すると展開部となる。その後、第2主題、第2学区第1学区第1プラス3主題第1主題の順に展開していく。第1主題の展開が終わると、型通りの再現部となるが、 第3主題は再現されずにそのままコーダに入る。第477小説から始まるコーダでは、テンポを大きく落とし、弦楽器群が奏でる6連音符のトレモローバックに、教会で奏でられるような経験なトロンボーンの30層が、コラール風に紅葉を始める。やがてホルンの高らかな音に引き継がれ、第一楽章の第1主題を歌い上げながら、全曲を締めくくる。 この曲の版問題を語る際に、マーラー版が研究されることがある。これは、ロジェストベンスキー式ソビエト国立文化賞、公共楽団によるブルックナー公共曲全集で使用されていることで、名が知られるようになった楽譜である。CD の解説書によると、これは出版されている楽譜ではなく、1900年1月28日のウィーンフィルハーモニー還元楽団定期演奏会の、 ために、マーラーが、当時の出版符に手を加えたものであり、残されたパートフからロジェストベンスキーが、スコアに変算して、蒸気録音に使用したものであるとのことである。このマーラー版の最大の特徴は、第四楽章に極端なカットがなされていることである。ただし、そもそもマーラーが、他の作曲家の公共曲に対して行った編曲、歌出については、必ずしもマーラーが意図した。 最終形態であるとは限らない。出版を意図したものではないとの指摘もある。ありがとうございます。